チューシーのホノルルバージョン、ハワイ限定のトートバッグっていうのがあって、ヌプシジャケット海外版、さらに新色の、はい、本日ですねハワイの購入品をご紹介していきたいなと思います。ということで、今現時点でね、もう最終日になっておりますので、購入品がずらっとあります。ただこれもお土産とかもあるので、もう私だったらなくなってしまうということで、先に撮ろうということで撮っていきますので、皆さん見ていてください。ではずらっと並べるとこんな感じですね。スマホは購入品じゃないので違いますので、まあこんな感じであるので、まあ一点ご紹介していきたいなと思います。洋服ももちろんありますので、いきましょう。ではまず一つ目、こちらですね。このショーツが何なのかというとですね、これは OAS というブランドなんですよ。でまあどんなんっていう前にちょっと一回履いてみましょう。こちらがですね、水着ですね。の一応ショーツやから待ち履きできるんかなと思ったんですけど、まあ待ち履きもできんことないけど、メインはスイムショーツって書いてたんで、水着で出てました。でまあ海外っぽいね柄やなと思って、まあ、購入はしてみたんですけど、最初ね僕パッと見た時、これ花札の柄に似てるなと思って、あ日本なんかなと思ったらスウェーデンですって言ってて、あと生地感もね普通のナイロンとかじゃなくて、なんていうの、ちょっと起毛感のある感じなんですよ。だからこれ映像ではちょっと分かりづらいんですけど、ちょっと起毛のあるような感じになってて、こういうライナーがついてるタイプですね。なのでほんまに、まあ、バギーズショーツより、ちょっと短いかなっていうような感じのねショーツになってました。これバギーズショーツなんですけど、腰のところで合わせたとしても、まあほぼ同じか若干短いかなっていうのが OAS で、これねネットで調べたんですけど、なんか日本ではあんまり売ってませんでした。なので一応まあ購入はしてみましたということですね。で次2点目っていうのがこちらズドン、カメラって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、これ実はねコップなんですよ。可愛くないですか。ビューって開けるとこんなになってるんですね。でカメラにパッと見たら似てるんですけど、よく見るとここってねキャノンとかって書いてあるじゃないですか。でキャノンではなくてね、キャンアイアムって書いてあるんですよ。だから見る人が見れば分かるんだけど、パッと見た感じはあレンズかなと思ったんですけど、コップです。僕のオフィス用にこれ購入しました。で次がですねこちらキャップですね。でキャップに関してはこれは何用かっていうと、まあお友達用にお土産なんですけどね、購入しました。この子はねパーソナルカラーが春なんですよ。でも春の人はもうこれドンピシャの色やなと思ったんで、被らんくても似合うの分かってるから、もうあもう被らんでいい被らんでいい、もうこれ 100% 似合うからって言って渡そうかなと思ってます。そして次がですねハワイで人気といえば、そうこちらですね、スチューシーのホノルルバージョンで、これは僕着る用じゃないんですけど、プレゼント用で、購入したっていうのがまず1枚と、他にも2枚あります。でこれはサイズ全部違うんですけど、これねメンバーシップの、方用で、よくあの動画のエンドロールで名前出てくると思うんですけど、まあ、その方々のおかげで僕動画更新できてるので、その方々にプレゼントということで、スチューシーのホノルルホワイトバージョンの半袖ですね、を購入しました。これは僕のやつじゃないから着れないんですけど、こういうちょっとハワイっぽいやつもあります。で他にはですね皆さん大好きノースフェイスで、これノースフェイス何なんかというと、トートバッグ、ハワイ限定のトートバッグっていうのがあって、これ もうプレゼント用ですね。ちょっと1個だけ開けてみましょうか。こんな感じのねトートバッグで、これがねショートサイズなんですよ。で大サイズはもっと大きいのがあるんやけど、まあこんな感じで使えるような形ですね。日本では見ないじゃないですか。でここになんか入ってあって、なんかエコー的なこと書いてんの、エクスプローレーションウィズアウトコンプロミス、意味がわからない、なんて言ってるのか意味がわからないけども、本当にシンプルなエコバッグですかね。で裏の方がこれちょっと防水の素材になってるっていうか、撥水の素材になってますね。なので例えばこう水とか買って水入れてでも、こうボトボト下に落ちていかないっていうか、まあ、多少こぼれてたとしても中で守ってくれるような感じです。そして次がねオリバーっていうセレクトショップ、ハワイにしかないセレクトショップなんですけど、これのね T シャツですね。でこの T シャツが、これは僕用なんですけど、ブラックでこちら購入しました。なんか色味がちょっとくすんでる感じなんですよ。でこれ可愛いなと思って購入したっていうのと、あとこれね色違い、もう形は全く一緒なんですけど、色違いデザイン違いで、これブルーも購入しました。なんか可愛いじゃないですか。胸っかにねサーフって書いてあるんですよ。このデザインね文字可愛いなと思ったんですけど、僕が似合う色じゃないので、これねもうプレゼント用、これもあのメンバーシップの方に、プレゼントで、ブルーの人とかもいてはると思うので、まあ、ブルー好きとかいう人もいてはると思うので、僕と同じサイズ感なんですけど、僕これね確かね M サイズで購入したんですけど、このプレゼント用の方も M サイズで購入はしております。そして皆さん、この気になるヌプシジャケットに行く前に、さっきこっちケーキの方行きますか。あちなみにこのねこれカバンです。さっきのこのノースエースのバッグが 1,2,3,4,5,6,78点あります。これね一応1人5点までなんですけど、僕らねこのヌプシジャケット取り寄せで2回か行ってるんですよ。でその時に買ってもいいんですかって言ったら OK って言われたんで買ってます。バラ巻き用ですね。であとは、このジャケットと、このロンティに関しては全く同じブランドで、このケイティンっていうのかな、このケイティンって書いてるんだけど、このねブランドの、ジャケットと
ロンティーを購入しました。ハワイではジャケット着ないですけどね。でそのセレクトショップがこのミロっていう、これもトートバッグ、それは買ったんですけど、なんかこれはね嫁にね、これ買ったもたくんだけど使うのは私だからっていうわけのわからんこと言われて、これなんか渡すみたいです嫁像に。バッグに関してはねもうこれほぼ身内とメンバーシップだけで終わりって感じで、もう僕も使うやつないんですけど、あったり、あとね女子が気に入るこのチョコレートね、女子は大体好きでしょうということで、このチョコレートなんかお土産におすすめみたいなんで、このチョコレート2つ買ってきました。あげる女子いてないんですけど、なんか困った時用に一応買ってきました。そしてロンティーですね、そのケイティンってやつ、これ可愛いんですよ。こんな感じ、ちょっと一回着てみましょうか。こんな感じですね、可愛くないですか。なんかちょっとサーフィン上がりとかにちょっと着ようかなみたいな感じで思ってて、でこれももう一着買った理由はメンバーシップの人用にプレゼントっていう感じで、まあお揃いになっちゃうんですけどね。これもね日本で確か出てないと思うんですよ。だから今買ってるやつ全部日本ではないようなやつなんですけど、まあ、参考ならんやんけって話ないけどね、申し訳ないです。で次がこのケイティンのジャケットですね。でこれはですね別に全く狙ってなかったんですけども、着てみたらいい感じやなと思って、で可愛いからね買ってみました。でサイズも M サイズ買ってるんですけど、これもね日本では販売がなかったですね。似たような形のはあるんですけど、ネットで見てみたらなかったんで、アメリカ限定かもしれないんですけど、こういったジャケットですね。もう首の部分がなんかカーハートに似てるっちゃ似てるかな、カーハートみたいな感じの雰囲気ですけども、ワークジャケットみたいな、あんま女子が好きじゃないんやろうけども、こんな感じの、まあ、裏も無地だし、シャツジャケットみたいな感じですかね、っていうジャケットです。で最後は皆さん大好きこちら、ノースフェイスの、ヌプシジャケット海外版、さらに新色の、ファルコンブラウンというカラーになってます。でこれに関してはね嫁がどうしても欲しいっていうことで、僕用じゃないんですよ。だから僕用のやつって結構限られてて、嫁用で購入して、ただ僕のお金で買ってるから、もう商品もレビューするでって言ってて、それはぜひしてくださいと、もうあの買っていただけるなら何でも OK ですっていうことなんで、ちょっと開封一回してみたいなと思います。ただサイズがねこれ XS なんで、僕のサイズではないんですけど、カラーの色味出てますかね。あ出てるかな色。このファルコンブラウンってね2017年ぐらいに出た色味でね、めちゃくちゃ色味やったなって僕ら思ってて、まあ、もう出えへんのかなと思ってたらね、なんか出てきたんですよ。あ切れた。これねメンズサイズの、ヌプシなんですよ。あのレディースのヌプシもあるんですけど、これに関してはメンズの US 規格のヌプシの XS ですね。 XS を着用します。で僕のサイズ感でいうと、おそらく僕は M なんですよね。普段っていうか、こう落ち葉柄の、US 規格のヌプシあるんですけど、それはM サイズで着て、まあ、ここにサムネあると思うんですけど、それは M で着てるので、おそらく M なんですけど、こういった形になっております。で腕のところにはしっかりこの 7F フィルって入ってあるので、まあ、海外版っていうかね、なっております。でこれが今年の新色ですね。値段がですねこれが330ドルになってるので、1ドル150円計算すると 49,500 円ですね。なので日本のヌプシより1万円ぐらい高いです。ただこれを日本のセレクトショップで買うと、もうちょっと多分値段高くなるとは思うんですけど、たまたまヌプシの新作が出ております。他の色はねどんな色があったかというと、まあ、ノースフェイスの動画見ていただければ分かるんですけど、黄色とか、あとはブラックで白あったかな、これレディースやったかな、でファルコンブラウン、この色味ぐらいやったかな、置いてるやつは。だからちょっと展開は僕も見れてないんですけど、置いてる色味はそんな感じで置いておりました。はい、そんな感じで、分けさせていただきました。これがまあプレゼント用で、これがまあ自分用みたいな感じなんですけど、まあ、プレゼント用がねほとんどかなっていう感じですね。で、自分用って言っても、まあ、T シャツ、ロンティー、まあ、このジャケットも、まあ、おそらくオフィスに置いてるとは思うんですけど、で、まあ、これオフィス用やし、で、まあ、これはまあ自分のプライベート用ですけども、そんな感じになっております。で忘れてました、これも買いました。でね、コホっていうねチョコレートの有名な高級チョコなんですけど、これもハワイ限定やったような気がするんですけど、まあ、これもね、ばあちゃんとか、大家さんとかに渡すようですね。で最後、ジムのマブたちに買う、70代のおじいちゃんたちに買うお土産3つっていうのはスタバのマグカップで終わりにしたいなと思ってますので、以上が、僕のお土産コーナーということになってました。まあ、今回半分以上はね、メンバーシップの方、ちょうど今まさにこの下に流れてると思うんですけど、この方々のためっていう感じに、プレゼント買わせていただいたっていうのが、まあ、ほぼほぼになってたんで、もともとそれがメインでね、お土産買いに行ったりしてたんで、まあ、自分のもちょこっと買えてねよかったなと思います。ということで本日はですね、ハワイの購入品を紹介してみたい動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。